こんにちは、ダイエットチャンネルのまみです。今回はですね、ダイエットについてお話をしたいと思います。ダイエットというのは、皆さんね、痩せることってね、思いがちなんですが、実はダイエットというのは生活全体を見直すことをダイエットと、言います。まずはですね、自分の体重の状態を、知るために BMI の数値を、まずは自分でね、把握する必要があります。でね、 BMI っていうのは何かっていうと、B っていうのが、ボディで、 M がマス、そして I がインデックス、ボディマスインデックスという、肥満度と、それから、標準体重を、こう比べてね、計算して自分が今、標準体重よりもオーバーしてるのか、それとも、オーバーしてなくて実は標準体重よりも少なく痩せているのかっていうのを、まあ自分で理解する、数値が、BMI と、言います。はい、じゃあね、実際に私の、BMI を、計算してみましょう。はい、こちらのね、ページでね、身長と体重から肥満度を示す BMI と、適正体重のね、計算をしていきます。私の場合はですね、こちらに、身長157センチ、そして体重がね、最近は47点いくつからだいたい48点いくつっていうのを毎日こうフラフラ、しておりますので、まあその真ん中を取ってね、48キロで。で、体重とね、身長をこう入れて、計算っていうのをこう押します。そうするとですね、じゃじゃーん、はーい、出てきました。私の、BMI は 19.47 になります。そして、まあ私の身長から、考えるとですね、適正体重は、実は 54.23 キロだそうです。そして、適正体重と、まあ、実際のね、48キロの、体重を比較すると、マイナス 6.23 キロですよっていうのが、出ました。でね、まずはね、皆さんも、こちらの、ページでね、ご自身の、BMI の、数値をね、まずね、チェックしてみてください。どれくらいこう肥満度になっているのか、大して肥満度じゃなければね、そんなにダイエットする必要もないし、ね、少しこう肥満度がこうあればね、肥満であればね、もちろんね、ダイエットをした方がいいし、ということですね。はい、こちらのね、サイトの、URL はね、概要欄の方に、貼っておきますので、ぜひね、皆さんも活用して、ご自分のね、BMI を、出してみてください。はい、BMI を、分かったところで、今度はですね、体脂肪についてです。体脂肪というのは、体の中の脂肪の割合のことです。なので体脂肪が、多ければ多いほど体の中に脂肪がたくさんあるということです。ということは脂肪がたくさんあればいくら体重が少なかったとしても割合がね、たくさん脂肪の割合が多ければ多いほど隠れ肥満といって、見た目も特に、かっこよくない引き締まってない体になります。で、逆にね、体重がね、そこまで少なくなくても、筋肉量が多くて、体脂肪がもちろん少なければ、引き締まった体です。ナイスバディなんですね。こう、マッチョな人とか。
なので、体脂肪っていうのはこうやっぱり見た目の体、やっぱりこう引き締まってナイスバディがいいのか、ブヨブヨでも体重さえね少なければいいのかって、まあね、それぞれ違う、理想は違うとは思うんですが、やっぱりね、ナイスバディがいいと思えば体重よりも体脂肪を気にした方がいいと思います。じゃあね、体脂肪っていうのはどんな感じで、測定されるかっていうと、インピーダンス法という、測定方法で、体脂肪が測定されます。だけどね、入浴後とか運動後、食後などこう、なんていうのかな、水分によって体脂肪ってこう左右されるんですね。なので水分が体の中にいっぱいある時って体脂肪が少ないんですよ。逆に水分がそんなに、ない、例えば朝起きてすぐとか、そういう時の方がどちらかというとちょっと体脂肪が多めなんですね。なのでね、体脂肪を測る時っていうのは、まあできればね、毎日毎回、同じ状態の時、同じ環境の中で測ると自分の体脂肪が、どれぐらいかっていうのが把握できます。でね、じゃあ実際にこう朝と夜お風呂に入り、お風呂とか、まあシャワーとか、まあ一日経った後、夕飯も食べた後でっていうような、まあ一日経った後、夜ですね、夜の、体脂肪と、そして、朝起きてからすぐの体脂肪の違い、どれぐらい違うのかっていうのを私の、体脂肪で、見てみましょう。はい、向かってね、左側が朝の体重測定です。そして右側が、夜、まあ夜中ですね、体重測定になります。朝の方、体重が 48.10、 そして夜は少し、まあやっぱりね、夜なのでね、体重上がりますね、 48.25 になります。体重はね、少しだけ、ほんの少しだけ、上がったんですが、 BMI を見てみましょう。朝が 19.5、 そしてまあ体重がね少し増えたので、もちろん夜も、BMI は 19.6 と少し増えました。さて、ここで体脂肪率です。朝の体脂肪率、ちょっと高いですね。26.2% あります。それに対して、夜は体脂肪率が 23.8% になります。随分変わりましたね。まあ、やはりね、こう、一日、こう、生活していくと、こう、体の中にね、水分とかがこう、入ってくるので、体重は、まあ、多分、どなたも同じようなもんだと思うんです。朝と夜測ると、どうしても夜の方が体重が多い。だけど、体脂肪は、やっぱりこう、いろんなものを食べたり、シャワー浴びたりとかで、体の中にね、こう、水分が入っているのでね、体脂肪率は、低くなります。なのでね、夜の体脂肪率見ると、あ、やったーって思うけど、朝の体脂肪率見ると、ゲゲーみたいなね。そんな感じですが、なのでね、こんな感じで、いつも同じ朝、いつも同じ夜でね、同じ環境の中で測ると、まあ自分のね、体脂肪がどれぐらいかっていうのがね、ある程度ね、こう把握できると思います。はい、こちらがね、体脂肪測定表になります。ちょっと一番、本当にね、一番下から2番目なんですが、女性の40歳から59歳のところを見てもらうと、体脂肪率22から28っていうのがマイナス標準になります。そして体脂肪率29から、35っていうのが、プラスの標準になります。なのでね、まあ、22から35までが、まあ、強いて言えば、こう、標準値の、体脂肪かなっていうふうに思ってください。ただね、やっぱり34、35あたりっていうのはもうすぐにね、肥満の方に入ってしまうので、まあ、少しね、気をつけた方がいいかもしれません。はい。じゃあね、体脂肪どうやって、出すのっていう話なんですが、今時のね、体重計だったら、だいたい体脂肪率や、筋肉量も一緒にね、体重を測ると同時に出てくるような、体重計がほとんどです。
なのでね、まあもちろんダイエットしたいのにうちに体重計がないとかね、健康を気にしてるのにねうちに体重計がないっていうのはこれはちょっとおかしな話なのでね、まずは体重計がない方は、体重計を購入してください、ね、それでねまずね自分の体重や自分の体脂肪筋肉量などを、チェックするところからまずはダイエットスタートです。皆さんの体脂肪いかがでしたでしょうか。標準内に入ってましたか。標準でもねこうマイナス標準それからプラス標準っていうのがね、ありましたがどうでしたでしょうか。次回はね肥満についてお話をしたいと思います。今回の動画良かったな参考になったなという方ぜひグッドマークをよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画までバイバーイ。